はじめまして、スターマネージャーの渡辺加奈子です。カンボジアに来て1ヶ月が経ちました。オープンまでの道のり、たくさんのことがありましたが、無事乗り越え、オープンを迎えることができました。これからも大変なことがいろいろあると思いますが、原理原則に従い頑張ります。よろしくお願いします。取締役の谷口です。無事20日にオープンを迎えました。私たちはお店の経験がありません。でも革新塾で学ぶことによって判断する基準や主軸をいただいたように感じています。資金面でもご協力いただき大変感謝しております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ここ数日はですね、本当にハプニング続きで、工事がとにかく終わらない終わらない終わらないで、商品、いろんなことが本当にありました。でもこれを乗り越えられたのは、革新塾で習った知識、そして、伊崎先生からの教えの心構えがあったからです。だから取り乱すこともなく、ブレることもなくやってこれました。本当に感謝しています。今日は、革新塾の、女性部会発足パーティーということで、とても記念すべき日。私もカンボジアで頑張っています。みんな頑張りましょう。今日はですね、アップにしないで、21日深夜2時半です。全員すっぴんですいません。でも頑張ってます。頑張りましょう。ありがとうございました。2014年6月18日6月の20日オープンまであと2日。こんな状態です。こんな状態です。プレオープン前夜、イオンモールの中はこんな感じです。谷口です。ご飯も食べないで夜中です。サポーターの池上氏です。こんなです。若菜ショップの周囲はこんなです。ここが若菜ショップ、こんな感じですね。お店の中はこんな感じですね。まだ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 こんな感じです。連日の疲れが溜まってます。今日は2014年、6月20日オープンの日です。お店の前はこんな荷物が続々と届いてきてます。でもですね、ショップは終わってないです。こんな感じ。こんな感じ。明日からイオンモールは一度クローズするそうです。最後にふさわしい言葉を言うのは、今回は、谷口しないです。カウンターが出来上がったし、立ち上がり帰ってきて、この今日に至ります。もう本当に子供が2人いながらすごく頑張ってくれて、一緒にみんなと世界出ていきたいと思います。ありがとうございます。